東京でストリートで滑る面白さは、東京ってなんかすごいスケボーができるスポットがいっぱいあって、人がすごい集まってるとこなので、スケボーのなんかストリートに対して反対する人だったり、なんか危ないからやめろみたいな感じで言われることもありますね。まあ、少しまだ厳しい目があるので、小さい頃からアメリカに住んでみたいっていうのが夢だったので、まあ本当にそれが実現できてすごい嬉しいです。 LA の街を表現するんだったら、スケートボードの聖地ですね。アメリカに来て自分のスキルを上げないとみたいな、まあ、そういうプレッシャーの方がちょっとあるかもしれないです。同じトリックはできないので、まあ、そこでなんか誰もやってないようなトリックをやらないといけないっていうことで、なんかどんどんそこからどんどん自分が成長していきました。今まで誰も見たことのないようなトリックをストリートで決めたりとかすると、まあ、世界の人たちが注目してくれるので、まあ、そういったところが魅力ですね。でやっぱその映像を残したやつって、まあ、ずっと残るし、まあ、そういう本当なんか終わりがないような感じがスケボーにハマってる感じですね。夢を実現させる秘訣は自分で考えながら動いて、でそこでやっぱ誰も今まで残したことのないようなものを残していったっていうのしか、はい、そんな感じです。実行させることですかね。一言になっちゃうんですよね。